夏美です。今日はね、高須スノーパークに今いるんですけど、ちょっとね、予想以上に人がゴミのよう、ちょっと待って、それは失礼。やばい、今のアンチ来るで。低評価、低評価つけてください。人がアリンコのようにすごい人が多いんですよ。人がゴミのようはやばい、マジでやばいよね、今の、うん、ごめんなさい、瞬間謝罪します。人がアリンコのようにいっぱいいるんで。ダイヤモンドリフトまた乗ろうとしたんですけど、ちょっとなんか人の量がやばすぎて、人がアリのようだ。やばい、リフト待ちエグすぎて。だってお袋並んでるもん。やばい、一人乗りやば、やばい、大盛況です。心が折れそうなので、あのね、こういう時に私たちがどうやって混雑を回避してるのかっていうのをちょっとね、裏技教えようと思います。入れて教えちゃダメだから。最初の教えとんのに教えとんのよくわからんな。みんなに秘密を教えたいと思います。どうしたん、こう下りゴンドラで降りてきたけど、裏技ってちょっとね、これ絶対に秘密なんですけど、高須から逃げようと思います。今からちょっとある場所に向かおうと思います。それは高須を出て左ね、高須出て左に曲がる、こっちの方が近いらしいです。どこに着くでしょうか、お楽しみに。でね、あの直屋先生は自称アイスの評論家なんですよ。でね、なんか私すごいチーズ大好きで、チーズ系のアイスに目がないんですけど、これどうなんだろう、ちょっとアイスの評論家の直屋さんにちょっとね、レポしてもらおうと思います。あれ、アイスクリームって書いてある、アイスクリームはアイスガチ勢かな。乳脂肪分の多さによってアイスのね、この表示の仕方が違うみたいなんですけど、これ、ね、アイスクリームっていうのはなんかアイスガチ勢らしいです。だからすごい結構濃厚っぽい感じなのかな、うん、実食、一口サイズやわ、大きさ。なんかね、なんだっけ、サーティワンのアイスを一個一個で食べる男やっけ。じゃあいただきます。はい、星5個中何個ですか。 2.5。 あー、まあまあ低いやん、あんまり、ね、厳しめなんで僕、厳しい。キリとかのクリームチーズアイスよりは若干さっぱりしてない感じ、濃厚な感じ。結構のやっぱガチ勢なだけ濃厚なんや。バニラビーンズかな、多分クルハンって。バニラビーンズの風味はそこまで感じない。あ、今まで一番美味しかったコンビニアイスは何ですか。コンビニアイスといえばミニストップやろ。ミニストップのソフトクリーム、あれは間違いないね、うまい。語彙力なさすぎやろ。チーズの味がして美味しいです。バンザーイ、こんな感じで着いた先はデーデーン、オールストッピーの高須ですって思ったけど、めっちゃ車多いやん。あれ、着替えてもないのにそのまま上や。まあこのまま来たんで。で、高須からピアは15分とか20分ぐらいでちゃちゃっと着けるので、まあ高須の待ち時間のこと考えたら全然ね、いいんじゃないのかな。確かにね。ただちょっとこれできるのが、あの、まあシーズン券の方限定ってことでと思うじゃないですか。実はですね、高須って、うん、高須第7段と鷲ヶ岳、ホワイトピア、昼霞の高原と、あと郡上ガパンスキー場かな、うん、ここぐらいの山の共通1日リフト券があるんですよ、うん、あ、そうなんだ。高須マウンテンズパスってやつが、それ買ってもらうと1日でどこのスキー場でも回れるんで、そうなんだ、こういうことできます。そうなんだ。じゃあそれ買うか、まあ高須マウンテンズのシーズン券か、チューブセブン、そうそう、なかったらできるって感じか。お国の脳ローカルを知る技。じゃあリフト券買えたんで、高須ランドからピアランド行きました。案外空いてる、結構空いてるね、よかった、ね、なんかこうやって見るとね、結構混んでるに見えるんですけど、多分15分ぐらいかな。そうだね、 10分待ったの。10分ぐらいかもしれんな、ここ並んでないもんな。高須の行列がエグすぎて。なんかすごいね、空いて見える。でも行列したくなるほど高須良かったけどね、雪も、うん、よかったね、幅もね、バーめちゃくちゃ広いし、うん、雪もやっぱりね、標高が違うからね、うん、まあでもあのリフト待ちは
まあでも今だけからね、混んでるのはね、多分ね、ちょっと空いてくると思うけど、そうだね、これが裏技でございました。真似しないでね。って言いながら発信する。なんか暑くない？暑い、マジで暑い。うん、なんかね、すごい暑く感じる。やっぱね、標高が違うからかな。標高が違うのもあるし、やっぱ時間がちょっとね、今暑い時間って入ってきてるっていうのがあるんで、めちゃくちゃ太陽照ってるからね今。暑いんで、ちょっと一本滑ったら着替えようかなっていう感じですね。はい、うん、さあ、行くぞ。ホワイトスラー、はい、スクラッシャーって感じです。イギリス結構ちゃうで、気をつけて。結構違うね。なんか安いかき氷みたいな感じです。アイスクラッシャーはアイスクラッシャーでさ、楽しみ方あるからね。うわ、イギリスマジで違うわ。滑って思ったけど、そんな暑くなくない？暑くないね。着替えるのやめましょう。いいね、このまま行きましょう。やったね。こんな感じでちょっとピアに逃げてきたわけなんですけど、じゃあ最初からピアでいいじゃんって思う方もいると思うんですよ。でもね、はい、思いました。思いました。でもちゃんとね、これには理由があってですね、やっぱね、高須って標高が高いから、朝一の高須のピステンバーンを何本か滑りたいがためだけに高須に行きたくなるぐらいめちゃくちゃいいんですよ。なるほどね。そうだから、まあ、こんな感じで朝一に高須滑って、しかも朝一はね空いてるから、そう、そんなに並ばなくても済むし、で空いてるバーンを、めちゃくちゃいいバーンをバーッと滑って混んできたらこっちに逃げてきてみたいな感じが、まあ奥美濃のローカルぞ知る人ぞ知る裏技でございます。裏技教えちゃってるよ。裏技なんで、ちょっとまああんまり広めないように。どっちもね、あのそれぞれの良さがあって、まあいいゲレンデなので、うまく使い分けてもらえれば楽しめるんじゃないのかなって思います。万歳。調子いいね、なんか。朝一高須滑って、まあ、他のこうやってゲレンデに逃げてくるのが今度使い引いてきていいんじゃないのかなっていうのと、で、まあ、一回あのコンビニとかね寄って、うちらみたいになんかアイス食べたり
まあ、休憩できるのもいいんじゃないのかなって思います。太るよ、うん、結構今日暑いからね。暑い、確かに暑い、うん。まあ、高須とかには結構サーティワンがあったり、なんかクレープ屋さんでアイスクレープとか食べれるんですけど、うん、高須にいるうちはそれでやってもらえばいいと思うんですけど、まあ、こうやって一回出ると最近の流行りのコンビニアイスとかも入るんで、よかったら皆さんも真似してみてください。では皆さん、今回の動画を見ていただいて本当にありがとうございます。また次の動画でお待ちしてます。ほな、またねー、バイバーイ。スポッ、目が見えてないじゃん。キラリズム。